こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、とても光栄に思っていますね。僕もあの宮崎出身なので、えー、同じ宮崎ということで何かご縁を感じています。はい。いや、素敵に撮っていただいただけです、ね。は本当に白い。はい。大したもんではないですが、こんな感じでしょうか。お、ここか。半歩前。その半歩でも。 前は未来なんですよねその未来に挑んでいく未来に踏み出すっていうのは大きな一歩じゃなくてもいいからまず半歩でもぜひ未来に進めてほしいというふうに思ってこれにしましたけれども、はい、怖がらずに勇気を持って半歩を進みようその半歩がねの一歩になり一歩半になり二歩になり,歩になり十歩になり っていうのが、またいいと思いますんで、まずは、こう、半歩から。勇気を持ってやってほしいですね。大いに伝えたいですかね。二十 <laughs>、はい、歳の頃は、もう、お仕事、すごくしてらっしゃいましたよね。そうですね。あのー、当時は一人でいろいろ。あのー、海外の仕事も、行っていたりとか、していましたので。はい、まさに、こう、背中を、自分でもっともっと押してあげたいですね。ああ、なるほど。はい 半歩前へ、あ、じゃ、でも、その場合は、もっともっと、だから、十歩前へぐらいに。なるかもしれないですね。いや、まず、半歩から。半歩からいきます。えー、やっぱり半、半歩から。えー、半歩からでいいと思います。ありました。